宜野湾市普天間で名物となっている一本の大きな松の木があります。現在町の再開発が進められる中で、この松の木の行方に地域の人が関心を寄せています。小林キャスターのリポートです。この辺りに地域でも有名な大きな松の木があるということで、どんな木なのか取材してきます。どんな松なのか、まずは近所の方に聞いてみました。大きい松があるっていうお話を聞いて取材に来たんですけど、あれはもう私たちのもう小学校1年もう70何年か前の話ですけどの時からありますよ。もう樹齢長いですよ。戦前からじゃない、多分戦前からあると思いますよ。本当は松並木だったんですよね、戦前は天目宮の関係で、だからその名残一本こっちに残ってるんじゃないかと思いますよ。戦前宜野湾には国の天然記念物にも指定された美しい松並木があったといいます。しかし沖縄戦で日本軍から伐採命令が出され、戦後わずかに残った松も道路拡張などの都市計画や松食い虫の被害を受けて切り倒され、その姿を消しました。現在も普天間では市のまちづくり事業の一環で再開発が進められています。そこが宜野湾市の立ち退き地域になってんですよ。だからあの松どうするんだろうねって、もったいないなってしょっちゅう話してるんですけどね。どこにあるんでしょう。その松とは、ありました、大きな松の木、道の反対側まで枝が伸びてますね。高さ10メートル以上、幅およそ18メートルの大きな松が生えているのは、総合修繕や守るハウスの敷地内です。だいたい樹齢何年ぐらいかっていうのはお話を聞いてますか。まあ多分100年はなるんじゃないのっていう話ですね。そうじゃないとこんだけ幹周りがならないと、松に詳しい方が。でもやっぱり隣の木に聞いても分かんないんだよね。これを見たら誰かがね、これ何歳だよって教えてくれたら面白いんだけど。2006年にこの建物を借り受けたというカデカルさん、建物の修繕などを手掛ける会社を営んでいます。守るお家ということで、守るハウス、建物をまあ修理する、ですね、まあこういった古材料なんか使いながら、まあいろいろ不具合を直すっていう仕事に徹してる。数字も大事だけど、数字は2番にして思いやりを1番に。カデカルさんのモットーは一日一善。公民館に軽トラックを寄贈するなど、地域にも貢献しています。自分ができることをやろうと思って、大きい少ない別にして自分は今回はできると、あげるからにはいいものをと思って、ちょっと無理したけどね。地域の迷惑にならないよう、落ち葉の掃き掃除など松の手入れも欠かしません。大きな松はいつしか地域の名物にもなっていたようで、結構ね、夜こうやってこう触りに来る人たちがいるんよ。この人たまたまいたら触っていいですかとかね、どうぞどうぞっていい感じだからね。なんでこんな長い間切られんかったのかが誰もわからないんじゃないかな。残ってるっていうことは何なのか、本当は残した方がいいと思うんだけどカデカルさんが調べたところ、この松は戦前普天間の名物だった松並木とは異なる松だろうということですが、懐かしい地域の風景であることに変わりはありません。店の周辺では再開発の一環で老朽化した建物などが取り壊され、町並みが変わりつつあります。こういう風景が少なくなっていく、やっぱり、まあ、残せるものは残していきたいなと思うんだけど、捉え方はいろいろあるんでしょうけど、やっぱこう幸せを配ってると思うよ。守り神だと思う。
長い歳月を重ねてすくすくと育った松の木は今日も地域を見守っています。街中にこんな立派な松の木があったんですね。そうですよね。私はこの松の木のすぐそばにある普天間高校に通っていましたので、この松の木にあの頃の私も見守ってもらえていたのかなと思うと心が温まりました。でもどうなってしまうんでしょうかね。どうにか残されて引き続き皆さんを見守っていてほしいなと思います。金軽さんのこう守り神という言葉もありましたけれども、地域の人たちが大切にしてきたこの松の木を今後どうするのか、開発が進められていく中で地域の人たちの声というのも大切に聞いてほしいなと思います。